職技決戦ディサイシブバトル職エンドギー。曹操は孫権の五軍に壊滅的な打撃を与えた。孫権は降伏して呉は魏帝国の支配するところとなる。しかし曹操が孫権と死闘を繰り広げている間に職軍の主だった武将は白帝城から忽然と姿を消した。数ヶ月後、呉に駐屯する曹操のもとに急報が届く。劉備が突如かつての本拠地徐州で兵を挙げたと。数ヶ月の間何やってたんだやつ。これより評定を始める。皆の者意見を述べよ。劉備の抵抗により乱世はいたずらに長引いております。このことを劉備兵に教え武器を捨てさせましょう。領内の民が新しき世作りに役立ててほしいと大量の食料を献上してくれました。これは受け取らねばなりますまい。現状では孔明がどれほど多くの兵を用意するか見当もつきません。我が軍としても可能な限り多くの兵を集めるほかないかと。陛下どうなさいますか。全部上回ってるな。技術 100% しても、やっぱ兵でしょう。兵を募集するでしょう。わしの考えは決まった。必ず成果を上げい。はっはー。領内はもちろん聖域や南蛮にまで手を広げ兵を募集しましたぞ。よし。呉を平定した曹操は劉備と決戦すべく全軍を北上させる。一方劉備軍は反曹操勢力を急合、大勢力となって巨匠へと進撃を開始する。曹操と劉備、二人の英雄は巨匠近郊で相まみえることになった。天下分け目の大決戦です。孔明、あたいはね、今超切れそうなの。あの薄汚い朝鮮のやつ。ん？朝鮮殿は生きているのですか。ピンピンしてるよ、ちったく。でも一番頭くるのは曹操や。なんであんたら曹操と戦うんだろ。曹操が死んだってことになってたんだろ。あたいと手を組まない。はて、あなたが何をお考えか知りませんが、私は劉備殿の人柄に惚れ、その大使を果たすため戦っています。志が異なる方と手を組むわけには参りません。こいつも本当バーカなんだから。許せ。たとえ劉備が弟であっても決戦せねばならぬ。天に二つの太陽なく、地に二人の王は並び立てぬ。分かってるわ。でも劉備は死なない。私は信じてる。私があなたのお母さんだったら、きっともっと別の。朝鮮、短い日々だったが楽しかったぞ。陛下、今のあなたになら玉璽のありかを教えてもいいわ。もはやその必要はない。
よいよだな、劉備。俺は貴様を倒し、くたらず朝鮮を取り戻す。天命に溺れる者に勝ち目はない。昔の話よ。天命の力を借りたは昔の話。わしは己の力で新しき世を切り開く。貴様、変わったな。貴様に天下はやれない。貴様に民はついてこない。天下を治れば明君のもと、人心はおのずとついてくる。そんなことあり。そうそう、明朝正々堂々の決戦にて勝負をつけよう。面白い。逃げるだよ。貴様こそ。これより軍議を始める。状況を報告せよ。偵察隊の報告によれば、敵の布陣はこのようになっているとか。残念ながら兵糧庫の場所は分かりません。俺は知ってるよ、兵糧庫の位置は。よし。この戦い、敵総大将劉備の部隊を敗走させれば我が軍の勝利。陛下の部隊が敗走されれば我が軍の敗北です。作戦を述べよ。陛下、この布陣で決戦にお望みください。決戦の布陣か。陛下、出陣の合図を。よし、これ以外はありません。行くぞ。この作戦で戦う。出陣じゃ。はっ。決勝。わしは見つけた、己の真実の姿。純育、今こそわしは心から言える。戦乱を憎み、太平の世を作らんがために戦うのだと。我が弟よ、よくぞここまで戦い抜いた。だがこの乱世制するわしでなければならぬ。わしはこの決戦に勝つ。勝って新しき世をこの手で作ってみせる。行くぞ。
今回そうそうほっといても間に合うっていう感じだと思うけど、誰も見張りがいない。